福屋不動産の、工務店に続いて、不動産部門に行きます。不動産部門は不動産部門、工務店は工務店で、不動産が売ったものに対しては、対応しないということで、この前の土曜日風がすごかったじゃないですか。あの時にですね、はい、建物が壊れて、はい、で見積もりをお願いしたいっていうことで、はい、連絡を差し上げたんですよ、はい、で一応福屋工務店さんの方来てくれたんですけれども、はい、見積もりはお断りすると言われたんですよね、はい、で、不動産部門にも問い合わせてくださいっていうことで、不動産部門と工務店は別と考えてくださいって言われたんですよ。ここはどのように？会社ではあるんですけれども、うん、で、まあ、じゃあ他に、見積もりをお願いしたい、修理をお願いしたいって言った時には違う工務店さんが来ることもあるってことですか？はい、それは私どもの方からの紹介はできかねますね。福屋工務店じゃないとできないってこと？弊社で、まあ、ご依頼いただけるのであれば、もちろん私が他の会社を紹介したら会社クビになってしまいますんで、でね、はいはい、見積もりも拒否する、修理も拒否するってことになったんですよ、はい、不動産は売りっぱなしですかっていうお話をしたんですけど、はい、うん、そうですねみたいな返事が返ってきて、ね、はい、玄関の庇が落っこちたっていうのがあるんですよ。あ、玄関の庇がですね、はい、はい、あとは雨戸の、はい、ストッパーのプラスチックがあるんですけど、はいはい、うん、そういうのがあって、はい、で現場見に来てくれて、はい、で戻ってきた答えがうちじゃ受けれませんだったんですよね。火災の保険とかは弊社で加入いただいてますか？いや、別で入ってるよ。あ、別で入られてるんですね。うん、東京日動かな。あ、東京日動さんですね。うん、あ、その今回の粉砕で、そのなんて言ったらいいでしょうか、火災保険はそのお使いになられるご予定とかはないんですか？いやいや、もちろん火災保険使うのに見積もり取らなきゃいけないでしょ。ええー、うん、だから見積もり来てよって言って、はい、見積もり取りに来たら、いや、うちはダメです、うちはできませんって言われたんですよ。あ、施工ができないということですよね。うん、保証できないって言われて、はい、いや、じゃあ保証できない建物というかそういうものを売ったのっていう話になってくるんで、はい、それは不動産屋に話してくださいみたいな。うん、ご購入いただいたときあれですよね、多分個人間でのご売買という形で。そうそう、仲介ね。ああ、なるほど。うん、もちろんその公務が言ってる建物についての保証についてはですね、ここの売買なんで、オーナーさんの方に保証付きで売るっていうことは多分なかなかできない。うん、だからそういう保証はね、はい、絶対はないからいいよと、はい、ただ最初に言った話は、はい、その修理じゃなくて交換の方がいいですよって言われたんですよね。でじゃあ交換してよって言うと、はい、いや、建物がその躯体が持たない可能性があるから保証できないから修理しないって言うんですよ。はい、ご対応させていただいたものは多分おそらく責任者とかではないと思うんで、公務の責任者の方から連絡させましょうか。私もその工事のプロではないので。うんうん、でね、はい、それは会社の判断ですかって聞いたら、会社の判断ですって言われて、福屋工務店さんは自社で仲介したものに対して責任は取らないっていうことになるのかなっていうお話をさせてもらったんですよ。ええ、うん、その辺についてはどうお考えかなと思って。責任を取る取らないっていうのは、その仲介したことに対しては、うん、個々の売買になるので、うん、お互いの取り決めに沿って、うん、売買の契約をしてお取り決めさせていただいてるんであれば、うん、その契約の内容にのっとってないものであれば、うん、またその、はい、でトラブル合いました、困りました、はい、じゃあ頼るところはどこですかって言ったら服屋さんになるわけじゃないですか。ええ、ありがとうございますね。そして頼りにしてる服屋さんがうちじゃできませんって言われるんですよ。うん、まあ、よく造成工事とかで擁壁立てたりとか、そういったことはうち正直会社としてあまりやった経験がないんで、うん、いや、土木ではないよ。はい、うん、なのでその建物について、その、まあ、もちろんその公務の者がどういった形で断ってるかっていうのはちょっと私も今把握しか
かねてる部分あるんですけれども、うん、いやもう建物が古いから、はい、躯体に穴を開けて取り付けしても保証できないって言われたんですよね、で、建物は軽量鉄骨なんで、はい、47年の焼却があるんですよ、はい、ということは基本的に50年持つ建物なんですよね、はい、うん、メンテナンスさえしてれば、うん、でその建物はもうダメですよというようなもんで、はい、土地建物付きで買ったわけですよね、うん、じゃあ服屋さんだからっていうことで買いました、メンテナンスお願いします、はい、断られました、どうすればいいですかっていうお話なんですよ、あのですのでその公務のものがその断った理由っていうのもちょっと私もあの今お電話だけでは分かりかねる部分があるからですね、うん、いや建物のそのボディが持たないと保証ができないと、うん、そのどういった工事をすることによって保証ができないかっていう部分がちょっと今のお話ではすいません、そのまあリフォームなんではっきり言ってしまえば、例えばこうもう私もありますけどボロボロな家をこうあの一からやり直してやってるケースとかもあると思うので、その部分補修についても、うん、まあやれる部分はあるかと思うんですけれども、うんうん、まあ、もちろんできない部分も正直あるかと思うんですが、うんうん、限界があるからね、限界があると思うので、うん、あのまあ、そのあたり含めてその、まあ、お対応させていただいたものではこう、まあ、説明不足が、で、その後電話があって上司と話をしたけれど、うちじゃ受け負えませんと、はい、じゃあ修理できないのっていう話なんですよね、こうすればできるけどこういうことだったらできないとか多分あると思うんですよね、いろいろ多分、うん、工事であれば、うん、例えば先ほど言われたように躯体が持たないということであれば、うん、躯体のこういった部分まで補修をすることによって、その言われている日差しの部分の補修工事ができるけど、うん、まあ、例えばその言われてある保険で出る出ないという部分があると思うんで、もちろん、まあ、保険が出る部分が多分いくらいくらで、じゃあその、躯体部分が補修費用がこれぐらいかかるんですけど、うん、まあ、どうされますかっていう部分にはなってくるかと思うので、うん、でね、あの、はい、お話ししてたらうちは技術がないって言ったもんね、修理できる技術がない、すごいよね、言い切るっちゃん、あ、はい、うん、やっぱもうそれ程度の技術ってことなのかな、まあ、すいません、その、まあ、実際のところはそのうちもあの下請けの業者さんとかがいて、うん、中古の建物とかについてはですね、うん、あの建物とかマンションとかのお部屋の改装工事とかよくしてるので、うん、あの、いやここ先ほど言ったみたいに例えばですけどね、うん、あのその躯体部分が持たないってことであれば、うん、じゃあ躯体部分をこうすることによってここの部分が直せるんで、まあ、ここの部分を直すのはいくらだけ補強を入れればできるとこと、はい、補強を入れられないような場所がある可能性もあるのと、はい、で、まあ、来た時にはうちの、 あの専門の連れてきますっていう話だったんですけど、はい、うん、その前にお断りの連絡をもらって、はい、うん、見積もりさえ出せないと、今日もう一度お話ししたら不動産と工務店は別物ですと、で、福屋不動産で買ったら工務店さんは何もしなくてもいい、まあ、決してそういったことはないんですけども、先ほど言ったようにあくまでグループ会社なので、うん、いやそれ全部拒否られたよ、もう上部判断ですっていうことで、はい、お断りしますっていう形で、はい、うん、上の者にも進言しましたっていうことだったからですね、あ、不動産販売の方で、うん、ホームの見積もりを出すことはこれはもうごめんなさいできないんですね、正直、うん、もちろんもちろん、いわゆる所長に話を通すこともできれば、うん、そのただそのあくまでそのまあ、うちも会社が大きいので、うん、本社っていうところがあるんですけれども、うん、本社に言ったらいいのかな、いえ、本社に原さんから例えば言われたとしてもですね、うん、対応できるのは支店なんですよ、正直なところ、うん、まあ、で、その支店がね、はい、まあ、本店であれ支店であれ結局、はい、その同じグループ会社に頼むわけじゃないですか、ええ、うん、で
じゃあそこができませんって言ったらもう終わりなわけじゃないですか、お手上げじゃないですか。うん、例えば工務のものがひさしが壊れてるからひさしを直すためにはさっき言った躯体までやらないといけないみたいな話がちらっとあったわけじゃないですか、はい、コンクリートビスは聞くわけですよね。はい、ここまではできますよと、はい、こことここはできますよって言ってくれたらじゃあそこお願いよってなるんですけど、はい、全くもってもう全てがなかったことにっていうことになってるんですよ。袖を振られてるんで僕からはもう工務店さんに声をかけることができない状況ですね。大変恐縮なんですけれども私は工務の知識ごめんなさい全然ないです、うん、ないって言ってしまうとそれはちょっと言ってみないと分かりかねる部分はあるんですけど。おお、そうなんだ。分からないと、その、うん、担当したものはあくまでその、うん、一営業だと思うので、うん、きちんと、まあ、私も一応佐原の、所長してますので。あ、所長さんなんだ。ええー、お電話たまたまあったんですけれども。あれ？いつからされてあります？所長さん。1月からしてるんですよ。なるほど、はい、変わったんですね。繊維業界やけんね。まあ公務にちゃんと対応してくれっていうことは言うんですけれども、うん、ただそれを言ったところで対応するのはもう先ほど言ったみたいにもう福岡の地点しか対応できないんですね、うん、正直なところ、うん、まあ、ですので、まあ、私の方から一度ですね、その、まあ、公務の私と同じぐらいの、座席位置のいるものに、あ、所長さんクラスが、はい、話を一回してみてですね、はい、例えばそこに付随する何かを直すことによってできるんじゃないんですかっていうような、うん、まあ、指摘を私の方からしてですね、うん、そういった提案を、ちゃんとしてくれと、うんうん、その辺の工務店ともつながりはあることはあるんで、はい、まあ、ダメって言われたらもうそういうとこ頼むんでそこはいいんですけど、はい、うん、ちょっとちゃんとした理由が知りたい、うん、いや、ちゃんとお話聞いてくれるし、はい、うん、自分がこういうこと知らないんでってちゃんと大前提を持ってお話ししてくれるんで、はい、素晴らしいですね。あ、いえいえ、わからないことはわからないとお伝えできないですし、そのためにいろんな部署があって対応できるような体制を整えてますので、うん、いや、ブチ切れる人もおるもんね。いらっしゃいますけど、うん、うん、皆さんご指摘されてることはもう大変申し訳ないんですけども、うん、もうその部門としては先ほど言われたみたいに公務の方に私からもう言ってお願いするしかないので、グループ会社にね、まあ、そうですね、うん、なので、まあ、そこに対していやこういう電話があったから電話してくれっていうだけではなくて、うん、もちろん正直できないこともあると思うので、できないんであればどういった理由でできないかっていうのをきちんと説明するのと、うん、例えばそのできるんであればここを直すだけっていうのはできないけど、ここを直すプラスってところをきちんと説明して対応してくれと、うん、いや保証できないとしか言わないんだよ。もちろんその個々の売買で保証があるかと言われたら、うん、まあ、大きく言うと保証はないよね。入ってはないですけども、うんうん、買ったものに対して、はい、販売したものに対して保証を自分のなんていうのかな、修理することで、はい、ひどくなる可能性がある、それは保証できませんよっていうお話だったんですよね。まあ、それであればですね、例えばそのひどくなるんであれば、そのひどくなるっていうことはプラスアルファ直さなきゃいけないところっていうのが多分おそらくあるはずなんです、ね、うん、でそういう提案がここをこうすれば良くなりますとか、はい、ここまでやらお金はかかるけどここまでやればちゃんとできますとか、保険で直すで、はい、多少高かろうが保険会社が認めるを出すわけですよ。その保険会社がいやこの工法じゃなくてもできるでしょって言われたらその方法でやるしかないわけですよね。そうですね、まあ、もちろんあくまで保険会社も、まあ、査定員の方とかがいらっしゃると思うので、そうそう、調査員とか来るから、はい、で言われたのがね、はい、保険会社は調査が入るから今は厳しいんですって言うんですよ。じゃあ
逆に言えば、あなたは保険会社が厳しくなる前はずさんなことやってたんですかとも思ったりするわけですよ。邪推してしまうんですよ。はい、うん、今は厳しくなったからですねって。でも厳しかろうが厳しくなかろうが、ちゃんとした裁定を出せば何も文句は言わないわけですよ。そうですね、はい、うん、なんでそういうことをやってくれってお願いしてると、うちはできませんっていうお話です。わかりました、うん、なんでこの辺のこと、僕ちょっとね言葉が悪いんでうまく伝わらなかったかもしれないんですけど。いや、そんなことはないですよ、うん、その辺のこと、こう、はい、所長さんのオブラートに包んだ口調で、はい、こう言ってもらえると助かるなっていうところですね。あ、わかりました。なんでその提案をする部分を表面上じゃなくて、うん、表面プラスその内面的なところをこうきちんとやって、うん、できるできないっていうのをきちんと、まあ、表面だけ直すとできないけど、ここまでやるとできるっていう部分もあると思うので。そう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 、躯体がダメなら躯体やり直せばいいじゃないっていう話なんですよ。うん、はい、ちょっと電話するように伝えます。うん、申し訳ないです。いよいよ、ごめんね、はい、時間取らせてありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。はい、失礼いたします。失礼します。